ユニバーサルサウンドデザイン超脳科学総合研究所の中井氏でございます。よろしくお願いします。本日はですね、このコミューンのタイプの中でもですね、出力が大きいプラスアルファこの無線タイプのコミューンコネクトというですねタイプの操作説明と、設置のコツについてですねお話をさせていただきたいと思います。まず、コミューンのですねシリーズにおいて、コミューン SE とほぼもう同じ形状でございますが、ボタンの、配置等ですねがちょっと違うという形になっております。ほぼほぼ、同じなんですけども、まず本体に関しましてはこちら側がスピーカー部という形になってます。音が鳴る部分ですね。でこちらがアンプという形になってますけども、基本操作に関しましては電源に関しましては SE とほぼ同じでございます。こちらが電源になっております。でプラスマイナスですね、音量に関しましても左側がプラスのところを押していただくと音量が大きくなる、でマイナスのところを押すとボリュームが下がっていくという形になります。でこちらですね、無線卵型にこう無線のマークがついてますけども、これは接続するということでコネクトボタンと言いますけども、ピッと押していただくとこの送信機とつなぐというふうな形になっております。この辺が、SE と言われているコミューン SE と大きく違う部分ですけども、本体から送信機までが無線という形になっております。でこの無線までの距離というのがこの送信機と受信機の距離ですけども、だいたい見通しで10メーター程度ですね。であれば無線 の、届く音声が届く距離になっております。でここに接続するためのボタンというのが配置されています。でもう一つですね、右の方にありますけども、これは SE のタイプと同じですけども、ミュートボタンですね、こちらを押していただくと音が出なくなるという消音機能というのがついております。で先ほど最後にこの電源ですね、電源ボタンがついているという形になっております。で続きまして背面のところですね、背面の方ですけども、非常にシンプルになってまして、こちら電源ですね、こちら SE と、SE タイプと共通の電源でありますになります。でこちらですね、マルチがついてるんですけど、これはお客様の方は使いません。私どもの方で例えばこのコミューンの周波数特性を調整するとか、稀にですね、ハウリングしやすい、環境であった場合に私どもの方でソフトウェアを使って周波数を変えるということもですねできるようになっておりまして、それ用にこの、端子を入れさせていただいているという形でございます。お客様の方で使わないというふうな部分でございます。なので至ってシンプルでして、基本コネクトは電源を入れていただくという形になります。で組み立ての方はですね、こちらも SE タイプと同じでございます。アンプの方にあるこの端子ですね、 RCA 端子がついている部分の丸いところですね、銀色のところがありますけども、ここと、スピーカー部のこちらの方ですね、少しくぼみがありますけども、この端子を、刺すという形になります。まっすぐ入れていただければですねグッと入りますので、このようにグッと入れてグッと奥まで入ったら、完了という形でございます。でこのような形で、使う場合はですね、卓上に立てていただいてこのように使うというふうな形になります。これで本体の組み立てというのは完了という形です。続きまして送信機についてご説明をさせていただきます。送信機に関しましては実は2つございます。こちらがコネクト用の送信機という部分でして、こちらもマイクですね、通常のマイク、ヘッドセットとかさまざまなマイクがありますけども、それ接続するタイプのもので、どっちかというとポケットに入れて使うタイプという形になります。これが通常の送信機という形です。でもう一つがですね、同じ送信機なんですけども、少し形状は、似てるんですけども、スタンドマイクっていう形です。ワイヤレススタンドマイクっていう形になってまして、送信機とスタンドが一体化したマイクという形になってます。なので、このショットガンマイクですね、が、この接続される形になっておりますけども、この大きく分けると2つのタイプが送信機には存在しているという形になります。でまず1つ目の方ですね、ご説明をしますと、非常に至ってシンプル、音を入力マイクで入力してそれを本体に届ける役目という形になります。でですね、まず電源ボタンですね、この青いところが電源ボタンという形になっております。これをですね、1秒以上押していただくと、このようにチカチカという形になりますので、このチカチカという点滅に関しましては本体を探している状態です。接続できてませんよという形の状態を表す形になります。端子の部分ですね、端子に関しましてはマイクの 3.5 ミリの
端子になりますけども、こちらを刺すところがこの赤いところがついているという形です。でこちら赤いところはですね、マイクの方にも赤いマークがついておりますので、この赤いマークのものをですねここに刺すという形で、マイク用の専用の端子という形になっております。青く点灯しているところがですね、電動のインジゲ、電源のインジゲーターですけども、電源が入っているというものを刺すような形になっております。で、満充電の場合はこの青の点灯になっていく形です。で、充電が少なくなっていくと赤に変わっていきますので、充電が必要という形になります。で、充電に関しましては、USB のタイプ B ですかね、マイクロ USB の、タイプ B を使って入れていただく、入れていただくことで電源が可能という形になります。続きましてですね、先ほどの送信機の中で2つ、形状がありますってお話をしましたが、WSG と私の言ってるワイヤレスショットガンの方ですね、ご説明をしたいと思います。ボタン等の機能に関してはほぼ同じです。もうほぼというかもう同じですね。電源が、オンオフっていう部分とミュートがついている形になります。で、この大きな違いはですね、ここに今スタンドがついているという形ですね。この送信機に関しましては、折りたたみ式のスタンドがついているという形です。で、ショットガンマイクのこのミニケーブルがちょっと短いタイプになっているんですけども、これに合わせたショットガンを、ここに挿していただくという形です。で、お気をつけいただきたいのがですね、よく、この SE の方も同じなんですけども、このスタンドの方ですねの部分のここに刺してください。このですね、この溝があります。で、この穴がですね、丸い穴がついてますけども、これを塞ぐとですね、ハウリングしやすくなるっていう傾向があるので、できればというか、もう必ずこの溝に入れてください。で、ここに刺してしまうと、ちょっと刺さなくはないんですけども、ハウリングしやすくなるっていうのがあります。で、稀にあるのがですね、こっちに入ってたりとかします。そうすると、この口元までの距離が短くなってしまいますので、音を拾いにくくなるので、ギリギリのところですね、ここに溝が刻まれてますので、この溝に、この、スタンドのところの溝をピッと入れていただければ、一応固定される形になります。ここだけお気をつけていただければと思います。で、操作系に関しましては、電源を入れていただくと、チカチカチカと、点滅している場合は接続できてないという形になりますので、この送信、この本体とつなげるためにということで、このですね、ボタン、接続ボタンというのをちょっと押していきたいと思います。はい、そうすると、今本体の方もこの点灯になりました。で、この送信機の方も今点灯になりましたので、今はこの本体と、コネクトの本体とコネクトの送信機が両方つながっているという形になります。はい、で今ちょうど入っておりますね。で、SE と違ってですね、ハウリングに関しましてはですね、無線のタイプというのはハウリング抑制機能を入れておりません。当初入れたかったんですけども、このハウリング抑制機能を入れるとどうしてもですね、音が私たちの中ではなまるっていうんですけども、ちょっとこう音が音質が落ちてしまう部分がありまして、遅延する音がこう遅れてしまう部分もありますので、ハウリング抑制機能は SE だけのものになってます。ですのでハウリングしにくくはなってます。同じ形状ですので、ハウリングは、この逆方向を向けばしにくい形状にはなってるんですけども、ハウリング抑制機能がついておりませんので、このように向けていくとですね、こういうふうにですねハウリングしてしまいます。で、先ほどの SE と違ってですね、これずっとハウリングするようになってしまいますので、ちょっと抑制機能がついてないので、この場合は、SE と違って、まずは逆に向けるだったりですね、あと距離を離していただく、でもう一つはこの音量が大きい可能性もあります。今4ですので、使う距離によってはボリュームを、この下げていただいて、ハウリングを抑制していただければなと思います。なので大きな違いはこのコネクトの、無線タイプに関しましてはハウリング抑制機能がついてないという形になりますので、この辺はですね、ご理解いただければと思います。コネクトの電源ですね、差し込み方ですけども、これ SE タイプと同じですけども、このコネクトの形状、電源の形状がありますけども、こちらの方をこの背面のこちらに挿していただくという形です。これ丸タイプじゃなくてちょっと異形ですので、ちょっとハートが逆さになっている形ですけども、こちらにうまく合わせて入れていただければと思います。これ抜けにくくするためにこの端子を選定させていただいております。で、これで、刺さりましたので、電源の、ケーブルの方の接続は完了しております。で、続きまして、本体と送信機の接続を行いたいと思います。
一旦ちょっとこうスピーカーは外させていただいて、電源をオンにさせていただくとですね、今このように電源の本体の方もチカチカチカとなってますけども、この場合は送信機との接続ができてない未接続の状態になります。でこちらの送信機の方ですね、電源オンにします。でこの電源オンにするとですね、同じようにこのように両方点滅している形です。でこの場合はこの本体と送信機が接続されてないという形になりますので、この場合は先ほど冒頭で操作説明でお話ししたこのコネクトのボタンですね、これをポチッと押していただきます。そうするとこのように今点滅から点灯に変わりました。でこれでこの本体とこの送信機はつながったという形になりますので、まあ、これでご判断いただければと思います。でこの一度接続した、接続の設定ですね、これは、次に電源をオンした時も残っております、保存されておりますので、次出た時はこの送信機とこのマイクが同時で接続できているという形になっております。でチャンネルに関しましてはですね、これ通常ですとワイヤレスタイプっていうのはこのチャンネル設定ができるものもありますけども、こちらも自動で行っておりますので、11チャンネルだったと思いますけども、自動で探しながら空いてるチャンネルを探して接続するという形になっています。接続できましたので、シングルイヤーフックマイクですけども、これつけていただいて、先ほどのスピーカーを本体に挿していただくという形で、あとボリュームをですね上げていけば、このように入ってますね、はい、今このような形で、接続されているという形になります。で今接続されましたので、一つだけ機能としてご説明をすると、送信機に関しましては音量の調整はできません。基本も単一一つの設定方法しかありませんので、こちら側でボリュームを操作して調整するということはできません。マイクの方ではですね、この本体でボリュームを調整して音量の方を調整していただければと思います。で、もう至ってシンプルですけども、送信機の方についている機能としてはミュートボタンと電源しかございません。先ほど電源オンのお話をしましたけども、1秒ですね、一瞬押していただくと、1秒押していただくと緑点滅になります。これがミュートですね、送信機側でのミュートができるようになっておりますので、このボタンを押していただくと音声が入らなくなります。でもう一度押していただくとミュートが解除されますので、音量が入力されるという形になります。で長押しですね、1秒以上長押しすると電源が切れる形になっておりますので、送信機に関しては非常にシンプルな構成になっているという形になります。はい、送信機のですね充電に関してご説明をしたいと思います。このようにですね、充電ケーブル USB の充電ケーブルがありまして、こちらが通常の USB という形です。でここに、充電器用の、AC ですね、 AC アダプターの方をここに挿すという形で、あとはこれを電源、コンセントにですね挿していただくという形になります。でもしくは、コンセントがない場合はですね、電圧の供給量にもよりますけども、パソコンに USB がついている場合、もしくは USB の端子がある場合は、こちらを挿していただいて、このままこのマイクロ USB の方をですね、本体送信機の本体の方に挿していただければですね、ここに、接続していただければ充電ができる形になります。でここでお気をつけいただきたいのがですね、稀に、給電の電圧が非常に低いものがあって、電源を挿してるんだけども、充電がうまくできないっていう部分があって、でそうするとどんどん充電がなくなっていってしまいますので、充電がされてないというお問い合わせをいただきますけども、その場合は充電をしてる PC だったりとか AC アダプターの電流量が、電圧量が足りないっていう場合がありますので、そこだけお気をつけいただければと思います。あと、もう一つですね、ケーブルが違うことによって電圧が足りない場合もありますので、それで充電されないっていう部分がありますので、できればもともとついてるケーブルを使っていただいて充電をしていただければと思います。はい、送信機に関しましては以上でございます。で、今充電の方ですね、ケーブルの方をお話しさせていただきましたので、送信機に関する部分で、マイクですねの方が、各種類ございますので、続きましてマイクの方ですねお話しさせていただきたいと思います。はい、コミューンのマイクっていう形ですけども、
実は用途に合わせて、すでにですねテーブル上に並んでるだけでも実は 1,2,3,4,5,6 6つあります。でこの6つあるのはですねやはり先生方のご要望とか、ご利用者様の要望が多岐にわたりますのでその用途に合わせてご対応するという形で、複数のマイクっていうのをご用意させていただいてます。でまず、先ほどの、SE の方でもお話しましたけどもこのショットガンタイプですね、この特徴は指向性が強いですので、この向いてる方向の音をきちんと拾うという形でございますので、まあ、そういったマイクでしたけども、クリニック等ですね病院等で外来で来られる患者様向けに先生が使いたいというケースも非常に多くございますので、まあ、その場合は、SE タイプですとケーブルがどうしてもこう見えてしまうという形がありましたが本体まで見えてしまいますけども、まあ、このように送信機の方に挿していただいて、まあ、先生の手元に置いてで送信機はちょっと机の後ろの方に隠しておいていただくとかっていう形で無線にしたいとシンプルに、したいんだけどということで、言われるケースっていうのがあります。で、まあ、そういった用途向けにということでショットガンが使われる先生方もがクリニック等では多いという形ですね。でもう一つがですね、このヘッドセットというマイクです。ヘッドセットですねごめんなさい、シングルイヤーフックという形ですけども、こちらですね耳にかけるタイプになります。まあ、このようにですね、少しこう稼働するようになってまして、まあ、この形状を整えて、マイクがここについてますけども、まあ、このように耳の方にですねつけていただいて使うという形になります。でこのようにまあ耳に挟んでちょっとコツがいるんですけども耳にこう挟んでいただいてグッとこう締めていただくとちょうどここになりますので、まあ、この位置に来るという形で使うマイクであります。でまあ肌色ですので、まあ、非常に分かりづらい見えづらいという部分もあって患者さんも気になられないケースがありますので、まあ、このシングルイヤーフックというマイクを使われる先生方も多いです。で送信機に関しましてはこのようにですね送信機の方に先ほどの端子のところに挿していただいてで送信機はまあ胸のポケットだったりとかあとは懐のこの左右のポケットの方に挿していただくという形でこのように使っていただいているような形で使うという形になります。はい、で続いてですね、同じように耳につけるという形ですけども口元に、近づけるという形ですが、やはり口元に近づければ音源というかですね音の発信源に近づきますので音量は大きくなりますし、まあ集音効果っていうのは強くなりますので、まあ、これも場所等ですね先生方の用途に合わせてという形でご提案してますけども、まあ、その中で先ほどのシングルイヤーフックと同じようにですね口元に近づけるという形ではですね、まあ、このような、ヘッドセットマイクっていうのがあります。でどうしても耳鼻科の先生方とかですねライトだったりとかいろんなものをつけますのでライトだったりこう拡大する拡大鏡とかですねその場合はどうしても邪魔になったりとかあと眼鏡かけてる先生方とはちょっと邪魔になってしまうんですけれどもそうではない方というのは非常に固定されますので使いやすいという部分でこのヘッドセットっていうのをですねご活用いただけるケースもございます。であともう一つはですね、今は耳のところこういうふうにですねかけていただいて両方の耳にこういうふうにかけるという形でこの黒いところですねこのちょうど耳にかけやすいような形になってますね。これを両方にかけるっていう方法が一つです。でもう一つはですね、でこれをですね逆にします。逆さにしていただいて、このようにですね、このように使っていただいて首にかけるというふうな方法もあります。ちょっとその場合はですね、この口元に一応来るようにこういうふうに向いてるとどうしても拾いませんので、まあ、できるだけ口元に近づけるという形になりますけども、まあ、このように使うケースもございます。で気をつけていただきたいのが先ほどの、この耳の横につけるタイプと違ってですねこれこっち向いてしまうとマイクと離れてしまいますのでここだけお気をつけいただければなと思います。できるだけまあこのマイクを意識していただいて位置を気をつけていただいて使っていただければと思います。はい、まあ、これにヘッドセットっていうのは2つの使い方があるという形になります。はい、でもう一つですね、すごいございますけどもマイクの中でですね、これはもうピンマイクと言われているものでになります。まあ、これですねこれ私も今収録でつけておりますけどもこれに胸のところですねつけておりますけどもこれにまあ胸元とかですねにつけるという形になります。もうちょっとあれかぶっちゃったんですけどこのようにですね、
ネクタイであったりとか、例えばストラップの紐であったりとか、まあ、のシャツとかにこうやって挟むという形で使います。このクリップがついておりますので、まあ、ここで挟んで使うという形になります。で、サイズがですね、少し大きいタイプ、12-13mm だと思いましたけども、大きいタイプですので、これは主音効果を狙って少しサイズを大きくしておる形でございます。新しくなった形でございますので、まあ、こちらでも十分に音声を拾うことができますので、まあ、この場合も、やはりですね、主音効果として、使うとピンマイクの方がいいなという方もいらっしゃいますので、まあ、こういった形でシンプルに使いたいという形の部分であればですね、こっちの方がいいかなと思います。で、一つメリットがあるのはですね、どうしてもヘッドセットとシングルイヤーフックに関しましては口元ですので、アルコールで拭いたりとかですね、衛生的なものがありますので、まあ、そうなるとなかなか、気にされる方がいらっしゃいますので、これは別に口元に近づきませんので、まあ、主音効果もいいし、そういった衛生面でも安心ということで、このピンマイクを選ばれる施設さんとか病院さんも多いという形になります。まあ、これが、ピンマイクという形ですね。ピンマイクタイプの、ものになります。はい。で、続きまして、同じピンマイクなんですけども、ハーフショットガンマイクということで、先ほどのショットガンの半分のサイズという形になります。まあ、この特徴ですけども、まあ、通常のショットガンという部分の効能ですね、指向性が強いという部分を活かしながら、男性の声を拾いやすくするという形でこのショットガンタイプにしております。もともと先ほど、まあ、見ていただいたピンマイクですけども、これと同じサイズだったんですけどもですね、どうしてもこの音を拾いにくいというのがありまして、サイズを大きくしなきゃいけなかったんですね。まあ、それと、まあ、変わってですね、指向性を上げることによってどうしても口元から少し離れてしまうんですけども、このように口元に向かって主音することによって、聞き取りやすくなるということで、このハーフショットガンというのを作らせていただいた形です。まあ、ほぼ、ピンマイクと同じように使うという形になります。まあ、しかしながらですね、難しいのは、まあ、先ほどショットガンの方が指向性が強いというお話をしたと思います。まあ、大体30度ぐらいなんですけども、どうしてもですね、このピシッと固定して口元に向いてなくてですね、例えばこうシャツが柔らかいものでこっちに向いたりとか、こっちに向いてしまうと使用が難しくなりますので、まあ、こちらハーフショットガン使う場合はですね、必ず固定するものの部分で口の方にこのマイクの先端が向かうようにして使っていただく必要性があるようになりますので、まあ、この辺お気をつけいただければなと思います。まあ、ピンマイクの新しいタイプができましたので、ピンマイクでも十分拾うと思いますけれども、まあ、こちらが白いし、まあ、目立ちにくいということで、使われるケースもございますので、いくつかある中でこう、ピンマイクの中のもう一つということで、選択肢の中の一つに入れていただければなと思います。こちらがハーフショットガンマイクというものでございました。続きまして、バウンダリーマイクという形でございます。こちら、まあ、SE のコネコミューの SE の時にですね、ちょっとご説明させていただきましたが、まあ、こちらはですね、先ほど話したパネル、アクリルパネル等ですね、いった形で使う、こういう貼り付けてですね、アクリルパネルに貼り付けて主音効果を狙うという形だったりとか、あと基本はですね、このように卓上型に置いて、卓上に使うマイクでございますので、まあ、こちらに置いて、この送信機のに入れていただいて、まあ、このようで それでですね、このマイクを送信機に飛ばすと、マイクの音を送信機に飛ばすという形で使う場合に、このバウンダリーマイクを選んでいただくという形もございますので、まあ、こういった複数人での集音にはですね、最適かなと思いますので、その場合はこちらのバウンダリーマイクをご選定いただければと思います。